こんにちは。ソ連製のゲルマニウムダイオードを手に入れました <music> なのでこのダイオードを使って前回作った塹壕ラジオを改造しますとりあえずソ連製のゲルマニウムダイオードがどんなものかを見ていきますここに何か文字が書いてあるんですけど「メイド・イン・ソビエト連邦」ですね でここに4文字書いてあるんですけどこの4文字はダイオードという意味ですオーオーでパッケージの横にもいろいろ文字が書いてあってここに製造年月日が書いてあります製造年月日は1969年の11月5日ですパッケージの横で誰かが筆記体を書いたと思うんですけどもこれは読めませんでしたでとりあえず開けてみます 合計100個のソ連製のゲルマニウムダイオードです拡大するとこんな感じですこの部分に針の電極があってこちらの塊がゲルマニウムですね。で、ゲルマニウムと針の電極が点接触していますこのゲルマニウムダイオードを使ってラジオを改造します 改造って言ってますけどやることは結構簡単ですこちらの塹壕ラジオは前回の動画で作ったこちらの回路なんですけども検波器の部分をこちらのカッターの刃と鉛筆の芯でやっていましたゲルマニウムダイオードに改造する場合はこちらのカッターと鉛筆の芯を取ってしまってでそしてここにですねダイオードを入れればこれでもう完成です鉛筆の芯を取ってしまいまいす 鉛筆の芯の代わりにここにゲルマニウムダイオードをくっつければ完成です準備ができたのでこのソ連製のゲルマニウムダイオードを使ったラジオを聴いていますすごくよく聞こえますね英語の放送が聞こえてきましたね多分横須賀から聞こえてくるやつだと思います本主義者の音がします音量にについいててては非常に大きくなっていて 前に作ったカッターの刃と鉛筆の芯のダイオードの検波機の音量例えばテレビの音量を5だとするとこのソ連製のゲルマニウムダイオードの音量は20くらいありますそのくらいしっかりとよく聞こえます今オシロスコープで電圧を測っていますこの黄色い電圧はアンテナとグラウンド間の電圧を測っていて青色の波形はセラミックスピーカーの電圧波形ですねカッターの刃と鉛筆の芯で検波機を作っているんですけどこちらの青い波形がスピーカーの電圧波形です 一応音声としては聞こえるんですけどもこの波形で見てみると波形はですねほとんどゼロに近い状態で振幅がありません次に何をやるかっていうとこの手製の研波器をゲルマニウムダイオードの研波器に変えますそうするとどうなるかっていうとこんな感じで実際耳で聞いていてもかなり音量は大きくなっています。 さっき説明したようにテレビの音量を5から20に変更したくらいの大きさで聞こえてていいるようになっています電源がないのにラジオ音声が聞こえるのは非常に不思議なんですけどもなぜ聞こえるのかにはちゃんと理由がありますこのラジオの電波塔からラジオのま電波が飛んできてるわけですけどもその電波をですねこのアンテナで受信してでその電波の電力を使ってこのラジオを鳴らしています。 ラジオの電波をアンテナで受信するとここの地点で電圧が、まあ、こういうふうな電圧が出てくるんですねでその電圧をこのダイオードで整流してあげてで音声の信号だけ取り出すっていうことをしてあげますものすごい単純な構造なんですけどアンテナで受信した電力をダイオードで整流してでスピーカーで音を鳴らすことができるわけですで音を鳴らせるもう一つの理由にゲルマニウムダイオードを使ってるからっていうのがありますゲルマニウムダイオードの順方向電圧をこのテスターで測ります ソ連製のゲルマニウムダイオードの順方向電圧は0.36ボルトになりました。次に、よくある一般的な信号用のダイオードの順方向電圧を測ってみると0.6ボルトありましたね。この順方向電圧の違いがどういう影響があるかっていうと。 ゲルマニウムダイオードの場合はアンテナで受信した電圧が0 3 6ボルト以上なら動作するんですけども一般用の信号のダイオードだと0 6ボルト以上ないと動作できないんですね。これが理由で低い電圧でもゲルマニウムダイオードは動作できるのでこういった非常な単純な構造で電源なしでもラジオの音声が聞こえるようになります。 でこのスピーカーの部分にセラミックイヤホンを使ってるんですけども普段使ってるようなイヤホンは使えないかっていうと、まあ、使えないんですねこれが普通のイヤホンの構造ですねでこのスピーカーの振動板に巻線が巻いてあってでその近くに磁石が置いてありますこちらの巻線のところに電流を流してあげるとこちらの電磁石のようになってで振動板が震えて音が出るっていう仕組みなんですねでこちらの通常のイヤホンのインピーダンスを測ってみたんですけども30オームだったんですね 30オームって結構低いインピーダンスなんですねでアンテナで受信したような非常に微小な電力でこの30オームのスピーカーを鳴らせるかっていうと、まあ、鳴らせないわけですねなので普通のイヤホンは使えないと一方でセラミックイヤホンの場合はっていうと一応電流を流すんですけども非常に抵抗値が高いんですねでこちらのマルチメーターで抵抗値を測ってみたんですけど測れないで、まあ、メガオームレベルの抵抗値でした セラミックイヤホンはインピーダンスが非常に高いので微小な信号でも振動子を鳴らせるわけですちなみにこのセラミックイヤホンは透過回路でいうとキャパシタですね前回の動画で作った塹壕ラジオだとこちらの熱したカッターの刃と鉛筆の芯を研磨機の代わりとして使ってましたで今回はこちらのゲルマニウムダイオードを研磨機として使っていたわけですでダイオードの役割は整流ですね こちらの熱したカッターの刃と鉛筆の芯でも同じように整流ができますカッターの刃をバーナーで加熱することで酸化させていました新品のカッターの刃と加熱したカッターの刃よく見てもらうとわかるんですけどもあの酸化して色が変わってますねで加熱したカッターの刃は表面が黒くなっていますけどこれは加熱して冷却することによって酸化させたんですねなので表面は黒く錆びています 酸化した金属は半導体みたいに振る舞うことがあるんですねなのでこの酸化した金属の表面部分がま半導体のように振る舞うんですけどもそこにこういうふうに針のような電極をですね接触させてあげることによって鉛筆と酸化したカッターの刃を接触することによってこれ自体をダイオードとして扱うことができますちなみにショットキー接合です。 ショットキー接合の順方向電圧は一般的な PN 接合のダイオードに比べて小さくなりますなので非常に原始的なダイオードの構成になっていますけど順方向電圧が低いのでセラミックイヤホンから音声を聞くことができますでダイオードとして機能するところを探すために表面をいろいろこういうふうにはわせてその場所を探していたわけですけどもこのダイオードはクリーンルームで作ったものとは違って表面が非常に不均一なんですね なのでこのように表面を浮かしてダイオードとして動作する部分を探す必要がありました手製の研波器をゲルマニウムダイオードに変えて聞こえてくる音量も大きくなりましただいぶ実用に近づいた感はありますけどもう一つだけやりたいことがありますそれは何かっていうと選曲ですね こちらのコイルを動かすことで選曲みたいなことは一応できるんですけどもやっぱりあまりうまくいってないんですね常に2つのラジオの音声が聞こえてるような状態になってしまいます片方はちゃんと聞こえるんですけどももう一つは BGM くらいの音量で流れてる、まあそんな感じですね選曲するためにどうするかっていうとこれに同調回路を加えます同調回路っていうのは選曲するための回路のことです で何をするかっていうとこちらの金属製のホイールを使って同調回路を作りますもうちょっと具体的に言うとこの2つの金属ホイールを使ってキャパシタを作りますキャパシタを電極として金属を使うんですけども、電気をよく通す金属なら何でも OK です これはこれから作る回路の回路図ですこれがアンテナでコイルがあってでキャバシタを今準備してあげたこちらの銅箔を使ってキャバシタを作りますでそしてゲルマニウムダイオードがあってこちらがセラミックのイヤホンですこの回路はゲルマニウムダイオードを使ったラジオの典型的な回路構成ですで同調回路はこの回路のどこかっていうとちょうどこの部分の回路ですね。 このコイルのインダクタンスを変えてあげるか、まあ、それかこちらのキャパシタのキャパシタンスの値を変えてあげることで特定の周波数だけこっちに流すっていうことができます。どういうことかっていうとこのアンテナンラジオの電波が入ってきますよね。でそしてここに電圧が出てくるわけです。でこの同調回路を使って特定の周波数ですね聴きたいラジオ局の音声だけをこっちのスピーカーの方に流してあげることができます。 それをやるためにはこちらのキャパシタの値を変えるかそれかインダクタンスの値を変える必要がありますこの同調回路については後でもう少し詳しく説明しますコイルのインダクタンス値を変えるにはこのコイルと銅の単線が接触しているところを動かしてあげればインダクタンス値は変わります キャパシタの場合はどうかというと、この二枚の金属の電極の距離と面積によってキャパシタの値が変わります。今電極間の距離が空いているとだいたいゼロピコファラドですね。ピコっていうのは一かける十のマイナス十二乗のことです。二枚の電極が接触しないように間に絶縁シートを入れています。この電極同士の距離をどんどん近づけていくとどうなるかというと、このようにキャパシタの値はどんどん増加していきます。 完全に重ねてしまうと今25ピコファラドになりましたこのように距離を近づけていくとキャパシタの値は大きくなります次にこのキャパシタを少し横にずらしていくとこのようにキャパシタンスの値は減っていますこれは2枚の重ね合わせている面積が小さくなるからですねコイルのインダクタンスが変わるのとこのキャパシタのキャパシタンスが変わるっていうのをうまく使って同調回路を作ります こちらの空いているスペースにキャパシタの電極を貼り付けますこの上からもう1枚貼り付けちゃいますこの時マスキングテープを使うと後で調整しやすいのでマスキングテープを使いました1つの電極はアンテナにつないでもう片方はグラウンドに接続します実際にコイルを動かして選曲してみます コイルを動かして選曲できたわけですで、大体のラジオはこのコイル側を動かすのではなくてキャパシタの重ね合わせる面積を変えることによって同調をとっていますで最近のデジタル式のラジオなんかは全部 IC の中で必要な周波数成分だけを取り出して で、スピーカーで音声を出力するっていう風にしてます。ラジオの選曲ができる理由なんですけど、これは同調回路があるからですね。同調回路はインダクタとキャパシタ lc の並列のフィルターです。で、この lc の並列のフィルターのインピーダンスなんですけども、こんな感じでなります。ちょうどこの fc の部分が共振周波数って言って、この周波数で表されます。この共振周波数の部分で一番インピーダンスが高くなります。 インピーダンスが高いっていうのはどういうことかっていうとこっちに電流が流れないってことですね例えば FC の周波数が 1422kHz にしますか例えば 1422kHz に強振周波数を合わせたとしますそうするとどうなるかっていうと 1422kHz の周波数に対してこのインピーダンスっていうのは非常に高い状態なので その 1422kHz の信号はですねこちらの LC の共振回路を通らないでスピーカー側を通るようになりますで、他の周波数の成分はどうなるかっていうとこちらのインダクターとまケパシタ側にま全部通ってくれるわけですねこのアンテナで受信した電波の周波数はどういう周波数成分が混ざってるかっていうと基本的にはいろいろな周波数成分が混ざってるわけですね 例えば、えー、1000kHz とか、まあ、1600kHz とかいろいろなラジオ周波数の信号が混ざっているわけですねで。この特定の周波数の共振周波数をですね、この L と C の値を変えてあげることによって選択的にこちらに通すようにしてあげるわけです。でそれ以外の 1000kHz とか 1600kHz の信号はこちらの方に全部。 流れていってしまいます。スピーカーを通らないので音は鳴りません。この周波数だけの音声が鳴ります。で、さっきの映像だとこの l の値を変えていましたね。で、この l の値を変えることによって共振周波数をですね。ずらしてあげてで、その特定の選びたい曲だけの音声をまたこちらに流すっていうことをしていました。ということで、ソ連製のゲルマニウムダイオードを使ってこちらの残壕ラジオを改造しました。 こちらのケン機の部分を変えることで大幅に音も良くなりましたし、よく聞こえるようになりました。まあ、面白いですね。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。高評価よろしくお願いします。